にちは。金田先生に来ていただきました、はい、ね、今職員紹介ということでいろんな先生に質問していってるんですけど、はい、早速金田先生にも質問していきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまず金田先生、お名前をフルネームで教えてください、はい、金田つねこです。はい、金田つねこ先生です、はい、ね、金田先生は今年アシスタントスタッフとして、ね、はい、みんなと一緒に、ね、遊んでいたりしていただくんですけれども、はい、金田先生は何組さんのアシスタントスタッフですか？ですね、今年新しくできた双葉組と、はい、あ、はい、それから、つぼみ組の、はい、アシスタントスタッフになりました、はい、ね、つぼみさんと双葉さんのお友達、とっても優しい金田先生が待っているのでね、楽しみにしていてください。じゃあ金田先生、次にちょっと皆さんに趣味を聞いているんですけど、はいはい、金田先生も趣味を教えていただいていいですか？はい、私の趣味はですね、はい、お庭は広くないのでちょっとね、植木鉢でね、お花とか、はい、草花を育ててるんですね、はい、で、はい、元気な草花を育てるのは、はい、まあ、もちろんなんですけど、はい、もうちょっとお店とか行って、はい、もう花が終わりかけとか、ちょっと元気なくなったなっていうのをわざわざ買ってくるんですよ。わざわざ買ってきて、それを育てて次の年にお花を咲かせたりとか、こう芽をこう出したりとかって、そういう、こう喜びを味わいたくて買ってます。長期計画、長期計画で栽培ですね。そうですよ、そうなんです。じゃあ特に、はい、なんですかね、お気に入りの草花とか好きな草花とかって何かありますか？まあ、うちにもいろいろあるんですけど、はい、口なしとかパンジーとか、はい、カランコエとか、あともう一つは、はい、ヘデラっていう植物なんですけど、はい、それはちょっと散歩してる時に、はい、植木屋さんが、はい、お家のこう木を切ってる時に、はいはいはい、それはなんていう木なんですかって言ったら、はい、ヘデラっていうんだけど、はい、もしよかったらあげますかって言われて、いただいたんですね、はい、でそれを植木鉢に刺して、はい、ビヨン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 、花は咲かないんですよ、ビヨン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 って伸びて、こんもりと茂ったなりました。なるほど、ね、はい、じゃあそうやってね、素敵な草花、これからもね、たくさん育てていってください。はい、はい、じゃあ最後に金田先生、はい、子どもたちに向けてメッセージをお願いします。はい、子どもたちがね、明日も幼稚園行きたい、楽しみって言ってもらえるように、子どもたちといっぱい遊んで、たくさんお話をして、毎日楽しく過ごしていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。金田先生でした。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。